レッドリボンはアメリカ合衆国を発祥とする薬物乱用の防止、エイズに対する戦い、両方の象徴たる赤のアウェアネスリボンである。多くの場合、HIV、エイズと共に生きる人々の連帯の象徴である。プラウィに対し偏見を持たず、差別せず、理解し、支援するための世界的な社会運動を象徴している。 国際連合エイズ合同計画のシンボルマークにも採用された。HIV、エイズと共に生きる人々の分布レッドリボン財団は、HIV、エイズ関連症候群、エイズ等の予防に関する教育をその主な目的として1993年に創設されたレッドリボンをシンボルとして使用する代表的な組織である。レッドリボンは最初、 アメリカ麻薬取締局のエンリケ・エスカ・マレナ捜査官がメキシコのグアダラハラにおける潜入捜査の最中に誘拐され、拷問され、強姦され、殺害された後に初めて使用された。彼の故郷であるキャレキシコ市の市民はより多くの予防の努力の必要を強調するためにレッドリボンを着用した。2007年11月30日。 大きなレッドリボンが世界エイズデーのためにホワイトハウスの北の中楼の間に掲げられている。1988年、レッドリボン習慣が全国的なキャンペーンになった。現在、d a は毎年10月の最終週をレッドリボン週間と定め、薬物やアルコールの乱用を防止するための教育の一環として、多くの小中学生にリボンの着用を推進している。 もともとはヨーロッパの古くからの風習で亡くなった人々への追悼の気持ちを表すものである。レッドリボンがエイズのために使われ始めたのはアメリカでエイズが社会的な問題となってきた1980年代の終わり頃。この頃演劇や音楽などで活動していたニューヨークのアーティストたちにもエイズが広がり倒れて死んでいくアーティストたちが増えていた。 そうした仲間たちに対する追悼の気持ちとエイズに対する理解と支援の意思を示すため、レッドリボンをシンボルにした運動が始まった。後にこのレッドリボン運動は、その考えに共感した人々によって、国境を越えた世界的な運動として発展した。レッドリボン運動の計画は、ニューヨークに本拠を置くビジュアル、エイズという芸術家の運動により1991年に起こった。 GNP is the global network for and by people living with HIV.HAT World AIDS Day から1 December 2009年2月13日閲覧 .The Red Ribbon Foundation レッドリボン財団ビジュアルエイズありがとうございます。